始まりました勝弁シネマクラブ、MC を務めますライターの月永理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は6月18日から新宿武蔵野館ほかで公開される彼女来来の山西達也監督にお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回この彼女来来という作品が、山西監督にとっては映像作品としては初監督になるんですか？初長編監督ですね。短編作品は今までもいくつか撮っていて、はい、今回初めて長いのを撮りました。あ、なるほど。長編としてはこれが初ということですね。そうですね。じゃあまずはちょっとその監督のこれまでの経歴といいますか、はい、とこの映画 の制作経緯をちょっとお伺いしたいんですけれども、山西監督はそもそも、一番最初が確か芸人さんとして活動されてたという、はい、それが大学生の時。そうですね。大学に在学中に、まあ、留年とかもしてたんで、ちょっと在学中って言ってもあれなんですけどに、笑いをしててピン芸人をやってたんですけど、その期間がまず最初にあって、なかなかこれ説明するときに結構経歴がややこしくて芸人をやってたところから俳優に転向して、はい、で劇団に入って役者をやってたんですけど、途中から自分でも書くようになって、うん、演出もするようになって、で映像も撮ってって、なんかこうすごくこう、あの劇団での活動とその映像制作っていうのは割と並行してというか。そうですね、はい、並行してやってました。でもその短編しか撮ったことがなかったっていうのは、そういう意味ではでもがっつり時間をかけてというか、その労力をかけて映像を撮ったことが正直なかったというか、雑に撮ってたんですよね。なんか知識も全然なくって、そのカメラを回せるスタッフの友達がいたんで、なんか映像撮ってみたいんやけどみたいなことで撮ってはきてたんですけど、なんかこうお金とか人とかをがっつり使ってっていうよりは、今まではなんか友達とか役者友達に頼んで結構狭い感じでやってたことが多かった。なんか今回が初めて本当にちゃんとスタッフさんがいてみたいなのは初めてでした。はい、なるほど。最初にその短編をというのは、他にもやっぱり劇団をされている方で映像制作もされててっていう方はいらっしゃると思うんですけど、例えば劇団のその人たちをまあ使って撮っていた最初の短編作品というのは撮っていたものだったのか、あとは何て言うんでしょう、よくあるのはその演劇で自分が書かれた戯曲を今度は映像化とか、そういうパターンも多いと思うんですけど、山西監督が最初に撮られてた短編というのはどういう作品だったんですか？多分一番最初はその演劇 そのお芝居のなんか予告映像みたいなやつをなんかウェブ CM みたいな形で撮りたいって言って、ワンカットのお芝居を撮るみたいなのを最初にいくつかCM として自分たちの撮ってたところから、はい、ちゃんと撮ったのはクォータースターコンテストっていう、演劇の多分会社が主催をされてる、まあ、コンペみたいなのがあって、ワンカットの映像を応募して、でなんか競い合うみたいな、ワンカットで15分までで何をやってもいいみたいなので、演劇の人らが多分主にこう参加してるやつがあったんですよね。でその時に初めてちょっとちゃんと脚本しっかり長い15分ぐらいのを書いて撮ってみよ う、 っていう、それが最初だったと思います。なんでワンカットですね。私はやっぱりこう、ね、先ほどの映画 その撮り方のをそんなに勉強されてたわけではないっていう、はいはい、あ、もう全然です、はい、あ、じゃあ最初は本当にそういうちょっと劇団の中から、まあ、まずはワンカットでそうやって撮ってみてっていう。そうですね。いや、でも今回のこの新作の彼女来来を見て、はい、最初まるでちょっと情報を入れずに見たんですけど、あ、そうなんです、はい、
で見た後に監督のこう経歴をこうちょっと調べていったら、あの正直言うと、でもその演劇をやられている方なんだなっていうのがちょっと意外に思ったというか、まあ、それすごい言われるんです、はい、そうですよね。なんかこの作品、彼女ライライ自体は何でしょう、もちろん演劇的っていう言い方も、ね、ざっくりしすぎだと思うんですけども、はい、決してちょっとそういうタイプの作品ではないというか、すごく映画的な題材だと思いましたし、撮り方も、はい、あの普通に何か映画をずっとやってこられた方のデビュー作なのかなとちょっと思っていたので、ちょっと意外に思いましたでも実はそうなんですね、何か大学で映画を専攻しててとか。全然ですね、本当に恥ずかしいんですけど全然見てないと思いますし、多分偏って見てはいるかもしれないんですけど、やっぱでも結構大きいのは、多分その演劇を作ってた時に映像の方がいいんじゃないっていうのが山ほど言われてたんですよね、僕は。そのそうなんですか、はい、ものすごくこう場転というか場面転換も多い演劇を作っていて、で素舞台で照明をすごく多用して場面をすごく照明効果で変えていくみたいな、で照明で人の顔を潰したりとかっていうのも多分ずっと好んでやってきてたことで、映像の方がこう面白いんじゃないっていうのを、どっちかというとこう演劇をやってた時に悪い意味で言われることが結構多かったんですよ。で結構まずだからそれが、意外とだから映像やってみたらこっちの方がやりやすいかもみたいな、もちろんどちらもいい部分はあるんですけど、自分の手つきみたいなのは意外と映像の方が出るのかなみたいなことを思ったっていうのが一つあるのと、あとはやっぱあの撮影をしてくれた人、米倉慎っていうカメラマンがいるんですけど、彼がすごくこう映画のなんていうんですか、映画的な映画をその若いんですけどちゃんと撮れるカメラマンで、その2人でかなり話し合いながら作ったっていうのがあって、僕コンテとかちゃんと切れないので、こういうようなニュアンスのシーンにしたいみたいなことは持ってはいるんですけど、やっぱそれを映像に落とし込むときにどういうショットにするのがいいのかっていうことを全部割って説明とかできないから、こういうのやりたいんやけどどうするのがいいと思うっていうのを、まあ、彼もそうですし他のちゃんと映像をやってきてたスタッフさんたちにすごく聞いたっていうのはあります、はい、だからなんか演劇の人が撮ったやつやねって言われるのは嫌やなっていう意識はあったのでなるほど、そこはじゃあもう完全に映像的な、やっぱりそうですね、はい、そうですよね、今本当お話してたような照明で顔を潰したりっていうのは本当にこの彼女ライライの中ですごく重要な、まんまですいや、でもあそこも本当にこうカメラがこう切り替わると、あの、まあ、多分このネットが見てる人は映画見た方だと思うので、はい、全部お話しますけど、まあ、マリーがこうの顔を見た時に、はい、顔が潰れててよく見えないっていう、はい、それがいつかパッと光が当たった時にあれ違う人だっていうこう分かるっていう、あそこの見せ方はもちろん舞台でもできないことではないんでしょうけれども、あの映画の一連のシーンを見てしまうとやっぱりこれは映像でしかちょっとできないんじゃないかなという気が、じゃあもう今回の作品はあれですよね、その完全にこの映像のためにあのオリジナルで書かれた脚本っていうことですね。そうです。なんかドラマの企画で短編のこうドラマの脚本のなんていうんですかね、種としてその彼女ライライを実際に執筆するちょっと前の年とかに設定だけなんかあったんですね、その人が入れ替わるみたいな、そういう脚本のなんかプロットを書いてて、でそれがなんか流れちゃったんですよ。でもその設定はすごく気に入ってたんで、なんかどっかで使えたらいいなと思ってて、で初期段階ではあの家族全員入れ替わるっていう設定だったんですよね。その
一番最初にあったやつっていうのは、要はマリの家族全員ってことですか？いや、はい、主人公の男性がいて、妻がいて、子供がいて、あー、なるほど、でなんか同居してるおじいちゃん、おばあちゃんみたいな、なんかそれが全員顔がちょっとずつ変わってるみたいな、もっと SF 寄りだったんですけど、あ、はいはいはい、それが流れて、そのあ、もったいないな、この気に入ってたのになと思ってた時に、ちょうどこのムージクラボの企画のお声かけをいただいて、あれ使えるかもと思ってやろうってなった時に、映画でやるなら2時間尺があるんだったら一人に絞ってやりたいなっていう気持ちになって、でも完全にその恋人間の2者間の関係の脚本にこう形を変えていったっていうか、はい、なるほど、いや、そう、ちょっとなので少しストーリーというか、この映画の物語部分にも入っていきたいんですけど、はい、です、はい、いや、最初その家族の予定だったっていうのを聞いてちょっと今驚いたんですけど、いや、この映画を最初見始めた時は、あの、そういう意味で見始めた時と見終わった時の、あの、イメージがすごく変わったというか、見始めた時はこういう話かなみたいに思ったものが、うん、結構いい意味ですごく裏切られたというか。そうなんですか。そうなんです、あの、だから今ちょっと、ね、SF 的な最初は、はいはい、あの、話にする予定でって言いましたけど、やっぱり最初こうマリっていう女性が違う顔で現れた時に、私も、あ、何かこれはそのそれこそボディスナッチャーじゃないですけど、知らずに親しい人がこう他人に入れ替わっていくっていう、こう、まあ、ちょっとサスペンスを含んだあのお話になっていくのかなと思ってたんですね。で、一番思ったのは、ただそのボディスナッチャーものというか、こう乗っ取られる時って、むしろ映画でよくあるのは、顔は同じなんだけど実は中身が違うっていうパターンが多いじゃないですか。あ、そうですね。まあ、パターンっていう、そうですね。そういう話が、ね、要は乗っ取られてるから、周りからは一緒に見えるんだけど、うん、あの、一緒にいる親しい人はこの人たち何か違うって気づいていくっていう、まあ、お話が多いと思うんですけど、はい、一方でじゃ あ, あの顔が違うっていう話ってあったかなって考えると、私がちょっと思ったのはだいぶ違うんですけど、ヒッチコックのバルカン超特急っていう映画で、ただメインではないんですけど、主人公があるおばあさんと列車の中で会って、すごく親しくなるんだけど、目が覚めたらおばあさんが消えていて、最初はみんなそんなおばあさんいなかったって言って、最後ようやくおばあさん現れるんですけど、パッと顔見たら全然別人なんですよ。でもみんな、いや、この人だよって、で、あなたがちょっとおかしいんじゃないみたいなって、結果的に、まあ、実は彼女が正しかったっていう話なんですけど、だから何かそういうお話になってくるのかと思ったんですよ。つまりマリは、あの、前原さん演じるノリオからすると別人になってるんだけど、周りから見たら、いや、同じ人でしょってこう見られてる、で、彼だけが異変に気づいてるっていう、あの、サスペンスになってくるかなって思ったんですけど、全然そういう話とはまた違うんですよね。はっきり別人に入れ替わって、そうですよね。で、周りも、あの、別人であることは、あの、まあ、はっきりそういう 他人とこう新しいマリが出会うことはそんなにないですけど、確かに客観的に見ても彼女は完全に別人なんだろうっていう、 そうですね、うん、そこは何でしょう、だからすごく、え、じゃあどうなっていくのっていうのが見ながら全然ちょっとこれは分からないなっていう風になったんですけど、なるほど。でも最初のその家族が全員入れ替わるっていう話の時も、それはみんな役者が全員変わるっていう設定で考えてたんですか？そうです。そうです。でもそれの時は、はい、いや、本当に今おっしゃったこととただちょっと近いんですけど、内面は変わらないっていう設定だったんですよね。そのまま家族だと言い張る、あ、全員、はい、いう話だった
ったんですけど、なんか1対1の関係にした時にその、うん、なんかそれこれはだから僕 の、 その作り方の性質があるのかもしれないんですけど、はい、物語をこう一気に思いつくことっていうのがあんまりなくって、変な設定みたいなのをいろいろ考えるのが多分好きなんですよね。でその設定になんか合うような物語を、なんか自分の中でなんですけど、いい設定が例えば出せて、それがなんか3展開ぐらいまで後まで面白そうやなっていう道筋が見えたら、あこれいけるかもってなることが多くて、はい、なんでこの変身っていうのを思いついた瞬間に物語全体の構造は別に思いついてなかったんですよ。だから入れ替わりっていう事象だけが多分さっき言ってたドラマの脚本みたいなところの設定としてあって、それをなんか多分時期も違うしかったんで、うん、同じこと全然やりたい気持ちじゃなくて、うん、これこの設定使ってなんかできんかなみたいなことを考えてた時に、もう内面も全部変わって本当に違う人になってたらどうなるんやろうなって思った時に、あもしかしたらこれ最後までいけるかもなってでみたいな流れで思いついたような気がしますね、はい、あじゃあやっぱりその設定がっていうのはやっぱり私も最初にこの彼女が入れ替わったというか変身した時に、はいはい、あこの後、まあ、こうなるのかなって思いつつ、あでもこっちに行くんだ、あれでもこのままどうするのみたいに、物語がやっぱりこうどっか迷宮にこう迷い込んでいくような、はいはい、あの一筋縄でいかない感じだったんですけど、でも監督はじゃあ作り方もある意味最初に物語が大きくある、こういう始まりでこういうオチがあってとかではなくて、やっぱり何かその設定であったり場面っていうのが最初に来るとか。でもそうかもしれないですね、物語全体で、うん、でも頭の方と最後の方みたいなのは そのパチッとイメージが湧いた時に作り出すっていう感じではあると思うんですけど、うん、今回で言うと、前の、まあ、多分ネタバレしても大丈夫だと思うんですけど、前のマリのホームビデオを見ながら、はい、今いるマリと一緒に、なんかマリマリって言って、どっちのこと言ってるんやろみたいなのが、その設定を思いついたとほぼ同時に多分思いついて、で、あのシーンがやりたいなと思ったんですよね。よくわかんない、本人もどっちのこと言ってるのかもうよくわかんないし、お客さんから見てもどっちのこと言ってるのかがわからないっていう、うん、シーンをなんか思いついて、まあ、いいな、いけるかもっていう風になったと思います。うん、初め、なんでしょう、やっぱりあのシーンも結局全く本当に別人であるっていうことが、いやだからあれはなんて言うんでしょう、映像だからこそだと思うんですけど、その前の彼女のきちんと写真であったりああいうホームビデオみたいなものが残ってる、しかもそれを見せるっていうことって、あの結構驚いたというか。ああ、なるほど。そうなんです。やっぱりあれがないことで、いやそもそもその前の本来のというか前にいたマリってどういう顔だったっけみたいな、こう観客もちょっと見ながら見失っていくような、もしかしてこの新しい天野さん演じるマリと奈緒さん演じるマリっていうのは結構似てたのかなとか、どこが違ったんだっけっていうのが見ながら見失っていく部分がちょっとあると思うんですけど、でもしっかりそこで奈緒さん演じる前のマリの映像も映画の中で見せるっていうことって、うん、あこれはもう見せちゃっていいんだなっていうのはちょっと驚いたんですけど、うん、あでもそうですね、その今本当におっしゃっていただいたような、奈緒ちゃんの顔がだんだんお客さんの中で薄くなるみたいな風になるような展開にはしたいなと思ったんですよ、はい、なんで中盤はあまりその出さずにというか、うん、彼女の姿をみたいな時間を作って、はい、だんだんそのノリオが主人公の前原君演じるノリオが
かこう探しに行ってる対象が何なのかがよく分かんなくなるような語りにしたいなと思ってたんですけど、最後の最後のタイミングでいやこいつのこと忘れてないっていうようなタイミングで出したいなと思っていて、そこで多分あのホームビデオみたいなものを出そうっていうことにしたんだと思いますね。だいぶやっぱりこうみんなの中で見てる側もそれからノリオの中でもどっか混ざり合って、そうですね、区別がちょっとあやふやになってきたところで、いやでもこのマリ2人のマリっていうのはやっぱり別人なんだっていうことをもうはっきり見せたっていうことですよね。そうですね、うん、結構その実は同一人物なんじゃないですかってそういうようなことを感想としていただくことも多いんですけど、まあ、そのいろんな見え方をしてほしいっていうのはもちろんあるんですけど、それに関しては違いますっていうのははっきり言うようにしてるんですけど。そうですよね、やっぱそこはちゃんと見せてるわけですもんね。そうですね、違うという前提でやってましたね。いやだからそれがすごく斬新というか、あのやっぱり最初に言ったようにこういう話になってくると、やっぱりその最後は結局同一人物だったんじゃないかとか、うん、前のマリはいなかったんじゃないかみたいな話になることが多いように思うんですよね。あのつまりどっちが本物かわからないみたいな。でもこの映画はそこじゃないんだなっていう、その2人は完全に別人だし、あの混ざり合うことはないんだけれども、うん、ないけれども結果的に最後同じことになっているっていう、そのノリオとマリっていう関係性としては、だからそこの面白さっていうのがすごく新しいと思ったんですけど、じゃあ監督としてはもうでもそこはあの同一人物にする気もなかったし、あの最初からそれは別人として、あ、そうですね、はい、この映画の脚本を書く段階ではもう全く別人っていう方向で行こうっていう気持ちになってました。多分その元々の家族が入れ替わるみたいなやつはずっとみんなに言われてって、でもそれもあんまり彼女ら入れると変わってないっちゃ変わってないんですけど、慣れちゃうっていう話だったんですよ。それも顔違うけど慣れちゃ う, っていう、はい、あで受け入れるっていう、はい、家族が例えば子供がその授業参観に来てほしそうにしてるみたいな、うん、違う顔なんですよ、うん、でも来てくれないっていうのないって言って泣いてるから、うん、じゃあいかがしゃあないかみたいな風になってなんかだんだんそこで他の子にいじめられてるのを見て助けたりとかしてしまったり、うん、だんだん慣れて愛着が湧いていっちゃうというか、この顔の人たちが俺の家族だったんだなって慣れちゃうっていう話だったんですよ、うん、それも。そういう意味では多分最初からなんていうか自分の中で語りたい方向性みたいなものは、うん、多分ずっと変わってはない気はするんですけど、うん、そうか、結局そうですよね、この主人公であるノリオのなんて言うんでしょう、あの変化というか、はい、ノリオ自身がむしろこうそこにだん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 気がついたらそれに受け入れられてる、受け入れてしまうというか、うんうん、何かそこに慣れ親しんでもうここでいいやっていうちょっと諦めのような気持ちになっていくっていう意味ではやっぱり最初の考えてた設定とあの方向性としては変わらないっていうことですね。そうですね、うん、でも聞いていくと確かに家族とこの彼女、彼、恋人同士っていう設定ではだいぶあの見え方もそうですけど、はい、話自体もかなりやっぱり変わってはきますね。だいぶ変わってくると思います。なんかこう外圧によってこう主人公が追い詰められてしまって、うん、なんかまあしゃあないかで諦めていくっていう話というよりも、そのノリオ自身、主人公自身が最終的には選び取っていく形の話にしたかったんですね、彼女らいないのは。なんで1対1の恋人間の関係に絞ってやった方が面白いなというのはありました。もともとの多分僕のすごく興味があるのが1対1の関係っていうのはあるんですけど、確かに家族だとやっぱりその嫌おうなく家に
あのいなきゃいけないというか、その外圧的にもそうですし、何かやっぱりどんなに違うって言っても家族であればこうどっかで一緒にいなきゃいけないっていう部分が増えると思うんですけど、この2人の場合、まあ、2人というか3人というかあ の場合、恋人の場合はあの切ろうと思えば切ろうと思えばそうですよね、切れるっていう部分はありますよね。そうですね。だからあのこれも意外だったんですけど、その天野さん演じる新しいマリは、まあ、最初はそれこそ勝手に住み着いて全然出ていかないし、はい、うん、森も迷惑するっていう設定ですけど、はい、意外と途中で出ていくんですよね。出ていけって言われたらそうなんですちゃんと行くんだなってそこがなんかこう、はい、森尾がもうどうしようもなくそれこそ疲れ切って受け入れざるを得なくなるっていうのとはちょっとまた違うのかなっていう、うんうん、そうですね。だからなんというか、多分この映画自体がそれがまあ見え方の結論みたいになってしまうとあんまり良くないとは思うんですけど、そのというか例え話みたいなことが好きなんですよ僕。多分その映画もそうですし演劇を作る時もそうなんですけど、なんかあの家の中で2人がやっていることが男女関係の基本的にみんなに起こってることと同じになればいいなっていうのを思っていて、つまりその全然特別なことではないようなことがやりたかったんですよ。結構作ってる時にイメージとしてあったのは、僕自身がその恋人に結構甘い言葉を言う人間なんですけど、そのこれもう本当にいろんなインタビューとかも言って毎回なんかなんでそんなこと言うんですかみたいな顔されるんですけど、その例えば君だけだよみたいな言葉を例えば言う時になんか何回も言ってんなって気づいた時があったんですよね。いろんな人に君だけだよって言って、まあ、当たり前のことなんですけど、でもそのちゃんと考えてみた時に、うわ嫌やなってすごい嘘つきやんって思った時があったんですよ。でも多分これ別にその自分のすごく特別な事象ではなくて、誰しも多分そういうことはやったことがあるんじゃないかなみたいな、前に好きだった人に例えばかけていた言葉と同じ言葉をかけたり、例えば前の恋人が好きだった料理を作ってしまったりとか、例えば、うん、っていうことって恋人関係に限らずこうあるよなっていうことを考えていった時に、なんていうか時間が経ってるから OK っていう理屈じゃないですか、それが気持ち悪くないとされてるので。そうですね、うん、同時進行じゃないというかこうちゃんと次に行ってるから問題にはならないっていう、僕が多分ひねくれてるからかなのかもしれないんですけど、時間が経ってたら OK ではなくないって思うんですよ、うん、だからそれがだからでもダメだっていうことが言いたかったわけじゃなくて、うん、そういうところあるのにみんなあんまその話しないよねっていう気持ちがあって自分に対してもです、はい、なんかそういうのもなんかこの作品ではやりたいなっていう気持ちがあったんですよね、うん、だからこう普通だったら間に流れている時間がこうガポってなくなったみたいなイメージというか、うん、そう考えるとこうただ前の恋人と離れて新しい誰かと出会ったっていう話でしかないと思っていて、この話。あ、そうですね、そう言われてみれば、はい、なんでそのマリが出ていかない、そのちょっと出ていったりとかっていうのも、うん、もちろん状況のことがあるんでめちゃくちゃ彼女の存在キャラクターに理屈を通していくと、うん、まあ、なんか矛盾が絶対出てきちゃうので、うん、ちょっと言ったら人間よりこうちょっと浮いてる5ミリ足がなんか地上から浮いてるみたいなイメージを書いたんですけど、ちゃんと感情があるものにはしたいなとは思っていて、なんか喧嘩になったら嫌な気持ちになるし外にも出ていくしっていう
人代表みたいな、うん、新しく出会った異性代表みたいなイメージがあったんですよ、うん、僕は彼女のこと。だからなんか彼女はなんとなく好意を持ってるみたいな、うん、ような気持ちで最初から割と書いてて、なるほど。だからなんか結構この物語入り口から見ていくと、はい、多分不思議な方向に行ったっていう、うん、感想になられる方も結構多いんですけど、うん、多分自分の中ではその基本的にはただの痴話喧嘩というかその、うん、恋人同士の普遍的なある意味、あ、そうですそうです、話なんです。ただ別れてただ付き合っていくっていうことのなんか持ってる、まあ、美しい部分だけじゃない部分っていうか、うん、醜い部分みたいなのも含めての人と人との関わりみたいなものをやりたいなって思ったんですよ。だから例えばですけど、恋人が喧嘩してなんかその家を出て行っちゃったとか、まあ、もっと言うと例えば単身赴任とかでどちらかが男性でも女性でもその恋人の元から離れることになったとして、その行った先の初日の歓迎会ですごく素敵な異性に出会ったとするじゃないですか、はい、なんかその状況とこの彼女来々で起こっていることと僕の中で全く同じだと思っていて、あ、つまり前のマリー、そうです、前の彼女がいなくなったその日に新しく魅力的な女性に出会ったという、はい、ただそれだけの話で、なんかそういうことってなんか、うん、もっともっと言っていくとすごいたくさんある気がするんですよ、うん、一緒にいても例えばあもうこの人とはうまくいかんなっていうのにフェードでなんかだんだん二人の気持ちが離れてる時に他の人と例えば浮気をしてしまう、不倫をしてしまう、うん、みたいなこともそのこの映画で起こってることと僕の中で割と同じで、うん、だから1人目のマリがなぜいなくなったんですかっていうことをすごく聞かれるんですけど、自分の中では愛し合っていた人と愛し合えなくなったっていうことの例えだと思っていて、1人目のマリの喪失で2人目のマリが現れることを何ていうか新しい愛が始まっていくみたいな、誰かと出会っていくっていうことの例えみたいなようなイメージが割と自分の中にはあったので、なんかそれで多分こういうなんか不思議な語り口になっているというか、そうか、だからそうですね、あの途中で確かに気がついたのはこの状況ってそのノリオの視点から見ていくとものすごく最初は不気味だし、はいはい、いきなり知らない人が家にいるしっていうどうなってるのっていうあの話なんですけど、ただこれってじゃあノリオの例えば同僚とか友達とかから見た時にどういうふうに見えてるんだろうって思うと、意外とその過程を知らなければ、あ、つまり彼は前のマリさんと別れて新しい彼女ができたんだって言って、はい、偶然同じ名前だったんだなくらいの、あ、そうですね、うん、でまたあそこで暮らしてるだなって、単にそれだけにしか見えないとも言えるなってちょっと気がついたんですよね、うん、だからそれはちょっと今言ったようなそのある意味語られてること、このお話自体がすごく普遍的な、どこにでも起こりうる恋人たち の、まあ、一つの恋愛が終わって次の恋愛がスタートするっていう、それだけの話を何か別の見方をするとこうにもなりうるっていう、あ、はい、そういう話なのかもしれないですね。でも割と多分そういうことだと思います、うん、なんかよくあるスープを不思議な器で出してるみたいなようなイメージでした、うん、自分の中では、うん、そうだからやっぱり最初は何かサスペンスが始まっていくんだっていう、うん、それは多分ああいう映し方だと思うんですけど、はい、がだんだんこれはそうじゃないんだなっていう、じゃあサスペンスじゃないとしたら何なんだろうこれはって不思議なあの気持ちになっていくんですけど、やっぱりじゃあ
まあ一つにもし言い切るとしたら、これはすごく普通のラブストーリーという。あ、そうだと、ね、はい、まあ、言ってます、ラブストーリーかなと思います。もしジャンルで言えと言われたらラブストーリーですね。いや、なんか今いろいろちょっと整理できました。いやでもすごくだからがっかりさせてしまうこともあるので、すごいサスペンスをすごく期待されてるお客様に、どういうことですか、すいませんみたいな、違うんですいや、ただある意味でサスペンスでもあるわけですよね。そうですね、うん、はい、だってそれはつまり恋愛の中にある、その山西監督から見た時に恋愛にあることってみんな普通だと思ってることが、よくよく考えたらサスペンスと変わらないというか、うん、どうしてこの人と終わった後にすぐ全く同じことを別の人と繰り返せるのかって。そうなんです、怖いんですよね。誰もそこに答えは言えないというか、はい、ところはありますよね。それがなんとなくそのいや、これが恋愛だっていう言葉で包み込まれていますけど、それって見方を変えたらそうなんですよ、ホラーでもあるっていう。だからそのコメントを出してくださってた雪貞監督が、安倍公房とか、他人の顔とか、はい、の名前を出してらしたんですけど、すごく安倍さんのことがすごく好きで、うん、結構意識ありました、今回のこの作品も。特に安倍さんもありました、それこそカフカの変身とか、うん、やっぱ不条理劇とか不条理小説がすごく好きなんですよ、うん、なんか一見デタラメなことを言っているようで、よく見てみるとこれは僕たちの話じゃないかっていう、うん、安倍公房の砂の女とか、なんかずっと一緒にいてなんか砂の家好きになっちゃうみたいな、なんかもうよっか出てかんでもみたいな、すごく面白いなと思っていて、そういう、なんていうんですか、さっきの言葉で言うと、その違う普通のみんなの話なんだけど、変な器で出されてるからすごく面白いものに見えるけど、飲んでみたらこの味ってなんか知ってるなみたいな、そういうのを作りたかったっていうのはありましたね、映画で。そうですね、だからなんかちょっと映画として考えた時に、まあ、今安倍公房の話とかも出ましたけど、映画として考えた時にじゃあ、まあ、あんまり、ね、何と似てるとかそういうのはないとは思うんですけど、どことなくこう黒沢清監督のこう、はいはい、まあ、クリーピーとかまで行くとまた全然ちょっと違いますけど、はい、でも何か不気味なんだけど、黒沢さん監督の映画もいつの間にかその状況をこう登場人物たちが受け入れているというか、はいはい、でそれこそ世界が終わるような、終わっていくような状況でも、むしろなんかそこをこう明るい顔で人たちが登場人物が歩いているっていうことがすごく私は黒沢監督の映画が好きな面なんですけど、はいはい、ちょっと通じるところもあるのかなと思ったんですが。そうですね、言っていただけることは、うん、あります。もちろんすごく好きな監督なんですけど、なんか自分、僕が似せたいと思ってたとかはないんですけど、うん、でもやっぱり本当今おっしゃってたような、なんというか明るい暗さもあるし、暗い明るさもあるので、黒沢さんのそういうところはすごく、うん、やっぱかっこいいですよね、見てて。あとこの映画の中でやっぱり面白いのって、まあもちろんこの恋人たち の, 関係性っていうのが一番中心にあるんですけど、はいはい、一方でこの範雄が務めてるのが、その俳優たちのキャスティング会社っていうんですか、嫌な設定だなと思います。すごいですよね、こういろんな意味にもちょっと取れてくるというか、あの設定にしたのはどういうことだったんですか。どうしてだったか、最初はキャスティング会社じゃなかったですね、初稿とか。あ、途中でなんかもうちょっとこう物語とリンクというか関連性のある仕事にしたいなっていうのを考えた時に、キャスティング会社を多分思いついたんだと思いますね、はい、いやあれで
あの会社の設定が面白いのってやっぱりそこで仕事の場で次々にいろんなこう俳優さんというか方たちが来て、まあ、オーディションみたいなこともするじゃないですか、うん、そうやってその顔に常に囲まれてる人なんだなっていうこのノリオっていう人が、うんうん、で実際映画の中でも次々にまた新しい人が入ったんでとか挨拶されてとか見ているとだんだんなんていうんですか、その人の顔の区別っていうのが見ている側もちょっと混乱してくるというか、多分キャスティングの場ってある意味でちょっと似た系統の多分人の顔を集めるわけですよね。だからこそあこういう顔に常に囲まれてる人がなんかこう彼女の顔もなんていうんでしょう、忘れていくわけではないんですけどね違う顔のあの2人の女性の中で混乱していくっていうのはすごくそこが仕事とあのプライベートの場っていうのもリンクしてくるんだなと思ったんですけど、そうですね、なんか多分僕自身がその俳優もやっていて、かつその演出とか監督とかをしてオーディションとかで役者さんを見る立場も見られる立場も経験があるんで、なんかどっちの立場でもなんか気持ち悪いなって思うことはやっぱりあって、うん、でそのさっきこの恋愛の映画だっていう、ジャンルを聞かれたらラブストーリーだって言うようにしてるんですけど、基本的にはなんかもっと多分分かりづらい言葉になっていくと関係の映画だと思っていて、うん、人と人が関係するっていう、他者と関係するっていうことみたいなことを考えたいなと思って作った映画だったので、例えば演劇とか映画で座組を組んで、なんかこういうこと言うとでも本当に嫌なやつみたいであれなんですけど俺らだからいいの撮れたよなっていうのを違う座組でも言うじゃないですか人ってでそれは実際そうだと思うんですよ、実際そうだし、でもやっぱ常に、うん、それが唯一であるっていうことはやっぱどこか俯瞰で見たら思い込みなんじゃないかなっていうのは、こんな考え方をしてるっていうことをなんかやっぱ喋るんで、その友人とかにその何が面白いの生きてってなと言われるんですけど、いやでも、なんかやっぱそれはやっぱ思うんですよね、俳優とかに、なんかまあ、めっちゃ良かったやんとかっていうのをいろんな人に言ってる自分とかを、なんかこんな演出が嫌やなって自分思ったりとかやっぱりそういうことをすごくあったので、そういう関係みたいなものがすごく分かりやすい仕事ってなんだろうなって、何の仕事でも僕は同じだろうなっていう気はするんですけど、まあ、すごくキャスティング会社とか人をやっぱ商売のある種こう商品として扱うような仕事って、人がこうずっと入れ替わり立ち替わり、僕自身がやっぱあの眼鏡をかけてオタクの役のオーディションに行って僕と同じ格好の人が10人いる部屋で待ってるみたいなことをやっぱりやってたこともあって、嫌だなこれみたいな、こんなに変わりおるんやみたいないや本当そうなんですよね、こうあれをやっぱりこうあの画面の中で見せられることのちょっとこうゾクッとする感じがありますよね。よくないですけどね、いや別に悪いことではないんですけど、はい、必要な仕事ですし、なんですけどなんか一個この彼女が入れ替わってしまう、それにまあ順応していってしまうみたいなところと、彼が日頃やってる仕事がもう意味としてはすごく近いよなみたいな、そういう仕事にしたいなっていうので、多分キャスティング会社になりましたね。うん、あでもそうですね、だからやっぱりそこも本当恋愛とあの、まあ、結局は人間関係ってことなんでしょうけど、そうですね、恋愛とつながるのって、恋愛も本当あのもう唯一の存在っていう、お互いにこの人しかいないっていう、やっぱりその唯一の存在を認め合うっていう前提で成り立っているけれども、結局それが実は取り替え可能であるっていうことってみんな分かっていながら、そのやっぱりどっかで
置いておいてるというか見ないようにしている、うん、でもそれで成り立っているのが多分関係だと思うんですけど、うん、確かにだから俳優さんに、まあ、限らないんでしょうけど特に俳優さんのお仕事ってそう考えるとそうなんですよね、うん、すごくやっぱ代替性みたいなのを意識せざるを得ない仕事ですよね、うん、俳優とかその演出とかをやっていると例えばなんかこの人がいいと思ってフォアをして、うん、その人が例えばダメだったってなったら、うん、その人っぽい人みたいなのを探すじゃないですか。なんかそのこと自体に、うん、僕自身気持ち悪さを感じるタイプの人間いやあの人がいいって言ってたのになみたいなあ、なるほど、まあ、ただ一方でそこが大体可能なんですけど、はい、そのことによってこうそこでそれこそこの人の予定だったけどこの人になったっていうその時のこうでも結局やっぱりこの人でなければこういう作品にはならなかったっていう、うん、もちろんその唯一の部分っていうのも両方成り立ってるわけですよね、はいはいはい、だからねさっき言ったそのチームというか演劇でもそうだと思うんですけどチームでだからこのチームでベストというかでなければ作れなかったっていうのは真実だし、はい、でも同じようになんて言うんでしょうねまた別のチームでもあり得るかもしれないっていうことも同じ程度あるっていう不思議さですね、うん、そうですなんかそうですよね、なんかこのチームで良かったねっていうこと自体は何も悪いことじゃないですし、うん、それこそそのこの映画のスタッフとか座組に対しても本当に良かったって心から思ってますけど、うん、でもまあ代替性があるというよりもやっぱそのうつろっていくものであるっていうことですよね、うん、どちらかというとおそらく、うん、やっぱりそのこれが最高の状態だっていう時間は基本的に長く続かないっていうのをすごく思うんですよ。だから長いこと例えば恋人と付き合うってなった時も分かりやすく2人が幸せだねっていう時間って例えば10年付き合ってて10年じゃないことの方が多いと思うんですよ。最初の2年仲良くてなんか間3年ぐらいすごい仲悪い時期がちょっと仲直りした時期があって最近もういい感じなんだよねみたいななんかやっぱその移ろいが必ずあるよなみたいな、うんうん、そういう意識がすごくこう作品にも出ていると思いますが、まあ、普段思っていることがかなり出てるような気がしますね。何かやっぱり山西監督がこう普段思っているというかこう気づいていたりする人間関係の中の細かな、 なんかこう部分であったり細かな何か差異みたいなものをこの映画の中でちょっと拡大して描いているというか、うん、そういうところもあるかもしれないですよね。そうですね、うん、だからなんかこの映画の中でどっかでやっぱり多分観客って知らないうちに自分がやっぱり理解できるこう道筋を必死で探すと思うんですけど、そういう時に最初にでもやっぱり違うなって思ったのはこのノリオという男が要は何て言うんでしょう、どっか教訓めいたあの彼女に対して自分はこういうことをしたからマリは去っていって、こういうことをしたから前の恋は終わったんだっていう教訓をどっかで得るのかなとちょっと最初思ったんですけど、要は彼女の最初の奈緒さん演じるマリのことを見ているようで実は彼女の真の顔を見てなかったとか、実は彼女のことをどっかでまあ見下してたとか、あのそういうことがだんだん現れてくるのかなと思いきや、でそういうちょっと予兆もないわけじゃないんですけど、うん、でも決してなんかそういう一筋縄でこうだったからマリはいなくなったんだっていうことはやっぱりないんですよね、この映画の中で。なんかそのことがあのやっぱり恋愛のその変化の方にこそ注目されてるのかなっていうのはちょっと聞きながら思いましたね、うんうん、そうですね、うん、なんかなんというか僕自身が映画をこう撮り終わって編集をし終わって見た時にすごくこう曖昧な映画だなっていうのをすごく思って、うん、さっきその男女のこういうどこにでもある別れ話みたいなものを何か
変な器に入れてっていうイメージで作ったは作ったんですけど、出来上がったものを見たらなんか決してそれだけではない映画に なっていて、だからまあ何でもそうなんだなと思うんですけど、やっぱこうだからこうっていうのをなんか人間が断定的な言葉で言えてる時点でも真実じゃないんだろうなみたいな気持ちがあって、だからその本当にそうですね、おっしゃってくださってるその変化みたいなもの、移ろっていくっていうことの方が注目してというか、自分としては多分力を入れて描いてたのかなと思いますね。なんか全然断言できることがないな。いやいや、でも、そうですね、あの仕事の彼のだからやっぱりキャスティング会社っていうあの設定っていうのはすごく大きいと思うのは、うん、やっぱりそれが本当にその恋愛ともそうだし、結局人間と人間の関係っていうのが全部同じなんだっていうことがちょっと見えてくるというか、うん、そうですね、でよく考えたらあれですもんね、会社も多分最初にいた同僚とはまた違う人がう、あの最後喫煙所にいてあその新しい人が入ったのかなみたいな、でもそれはもうある意味本当普通のこと、普通のことですね、ですもんね。ただ映画として考えたら、これは98分かな、あの91分の映画の中で新しい人が出てくることって映画で考えたらよく考えたら不思議なことではあるんですよね、うん、新しい本当に登場人物なんだけど、そうですね、会社の中ででもそうやって新人が入ってきていつの間にか前の人がいなくなってることっていうのはよくあることですもんね、うん、なんかだから結構全部後半入れ替わっちゃうみたいなのはやっぱ脚本と書いてる途中ではもうそれでいいかもなと思って全部変わっていってるっていう、なんかそういう風にしましたね。だからあの同僚の後輩の女の子、村田ひろなさんが演じられてる女の子が最初そのノリオのことをなんか好意を持ってそうな、何かが始まるのかなみたいな雰囲気だけがあって、なんとなくこう無理っぽいってなって全然別の人とキスしてるっていうなんかその描写みたいなのもある種こう僕の中ではノリオと同じような動きを彼女にもさせたかったんですよ、うんうんうん、手に入らない愛があって違う愛が始まっていくみたいな、うん、だからサイドで彼女がどういう動きをしてるのかみたいなのを結構自分の中で考えたりして、うんうん、なんかやっぱ入れ替わりみたいなものを、うん、の映画にやっぱなってましたね、出来上がりを自分で見て思ったのは。あとあれですよね、あのノリオがマリを探しに行くカフェで、はい、あのあれはなんて言うんでしょう、マルチ商法というかの、はい、勧誘が行われているっていうのも、はい、あれもそういうことですもんね、結局同じことをあの、はい、売る側というか組んでるありがとうございます気づいてください同じことをね、はい、次々にターゲットを変えて繰り返してるってことですもんね。そうです、だからなんとなくこう全体的に脚本の細かいところって、うん、なんというか入れ替わりが効くみたいなこととか、うん、その2対1の構図になってるみたいなのを脚本の要衝して多分誰も気づかないけど、そういう風にしようって自分の中で決めて、なるほど、だからあのマルチ商法も女性2人に男性1人なんですよあれ、うん、そうですよちゃんと映ってないんですけどでその最初の本屋さんも男性2人の店員に女性のお客さんがイチャモンつけてる時にこの本じゃなきゃダメなのよみたいな話をしてるんですよ。なんでそれがないの、はいはいはい、で違う店に行くみたいな、あなんか細かくなんか全体的にそういう話題にしたいなと思って話してることは、そうかそうか、最初のそうですね、本屋さんもそういうことだったんですね、はい、でもまああとはでもああいうなんか全然関係ない出来事が間に入って、うん、ちょっとずつ他のことがどうでもよくなるみたいな、うん、そういうのがやりたかったっていうのはあります。なんか失恋を例えばしてても、うん、すごく極端に言うと失恋をして傷ついてる時に親の訃報とかが例えばあったら、うん、失恋が薄まるじゃないですか、うん、
だからなんか全然別の出来事、何も関係のない乗り事、うん、なんかちょっと変な出来事みたいなのをずっと乗り物の目の前に出し続けることで、なんか意識が徐々にそれていくというか、うん、なんか人間が諦める時ってそんなに分かりやすく諦めたっていうよりも、あれそういえば最近探しに行ってないなみたいなそうですね、なんかそういう風になれるような描写を目指したっていうのはありましたね。確かにどの時点でノリオがこの新しいマリを受け入れたかって分かるようでよく分からないですもんね、やっぱり。そうですね、うん、確かにこう、まあ、家にあの招き入れた時点でとかいろいろあるんでしょうけど、でも多分どっかのタイミングからすでに徐々に何かを諦めて受け入れ始めてたしっていう、うん、でそのことが、まあ、諦めたとか受け入れたと言ってますけど、新しい恋の、まあ、始まりといえば、うん、単に恋愛の話でもあるしっていう、うん、そしてそうですね、新しいマリもそういえばそのノリオの家じゃなくてもよかったんじゃないかっていうところもありますもんね、うん、そうですね、隣の部屋の人のところでもよかったかもしれない、はい、でもとりあえず今ノリオのところにいるっていう、うん、そうじゃないといけないような感じっていう、うん、感じで何かはっきりあるわけじゃないけどっていう、はい、いやなんかそうやって見ていくと本当全部がバラバラではあるんですけど、うん、全部がつながっているといえば全部同じ構造になってるっていう感じですね、うん、あ、そうですね、うん、だから結構びっくりしたというか、これはだから僕が良くなかったというか、はい、あんまり考え抜けてなかったのかもしれないなと思いますけど、やっぱ想像以上に違った見られ方をすることが多くて、あ、なるほど、あ、結構意図と全然違う風に、だからなんか実はストーカーでの女が上がり込んでても殺されててみたいな、あ、なるほどみたいな、そういう見方もでもできると思って、あ、それはそれでね面白いんで、はい、あ、そうか、そうなったら本当サスペンスというかあれですよね、謎解きの話になってきますね、はい、まあ、結構映画の話で言うと、はい、ミケランジェロ・アントニオーニのジョージっていう映画があって、それを見た時に結構何この話ってなってたんですよ、はい、なんかそれがすごい面白くて、それもなんか恋人が失踪してしまって、なんか、はい、その恋人、失踪した恋人の友達と一緒に失踪した恋人を探していると、うんうん、なんかええ感じになっちゃうんですよそうですね、でなんかもうその時点で、うわ何この嫌な話と思いながら見てたんですけど、なんか中盤にまた違う女の人になんか男はさらに浮気するみたいな、なんか全然そこまで登場してなかった、すごい綺麗な姉ちゃんみたいなのが出てきてすごい終盤に出てきて、怖いこの話と思って、なんか割とそういうものは意識してたかもしれないです、うん、すごい好きでアントニオーニとか、はい、あ、でも言われてみれば確かにジョージもそうですけど、そういう映画って全然ありますよね。そうですね、どこ行くねんこの話しかも本当次々というかこう、うん、ちょっとずつあれ今度はこの女の人なのみたいなこう変えていくことが、うん、でもその語り方によってそれこそ、あ、そうですね、普通本当にラブストーリーにもなり得るし、サスペンスにもなり得るし、うんうん、さっき言ったような本当に殺人を事件になるようなこうミステリーにもなり得るし、うん、そうですね、だから本当に多分どこから捉えてどの視点から捉えるかでもう全然違う映画が出来上がるし、うん、で彼女来来はそういう意味で一個の一つの見方で捉えた映画ですけど、ただ何かその観客の人が見た人がいろんな感想を抱くっていうのは、うん、もしかするとでも映画の中に監督がどこまで意図したかわからないですけど、何かそういうこういろんな視点を含むようなちょっと余地が結構あるのかもしれないですね。そうですね、余白はやっぱ多いって言われるので、
最初にこの奈緒さん演じるマリが、ね、光の当たり方で全然違う人に見えるっていうのは、はい、あのそれは物語としてもすごく示唆的な場面ですけど、でもちょっとこの映画自体があの場面に一番こう集約されてるというか、うん、もしかしてその光の当て方だったりこういう見方でって見ちゃうと全然ガラッと話が、うん、そう思います、ね、変わるかもしれないですね。ものすごく多分印象が変わるんじゃないかなっていうふうに思います、ね、うん、で最近その主演の前原くんと話をしてて、なるほどと思ったのが、物語としてどういう物語なんだろうっていう目線で見るのと、うん、恋人を探してるノリオにめっちゃ共感して見るのと、うん、なんかそれでもかなり見え方が変わるんじゃないかっていう話をしてて、うん、これはその前原くんが演じる上で、うん、その、まあ、一番最初の変身のところはものすごく SF やけど、うん、基本的にはそのノリオで芝居をするときには、前の恋人探してると新しく言い寄られてる人を拒否ってるの芝居しかしてないから、芝居としてはものすごく普通の芝居しかしてない自分は。あ、そうかそうか、シンプルではあるんですね。そうなんです、はい、だから前原くんの目線から見ると、はい、その全然受け入れていってしまうみたいな、あ確かになみたいな感じでしたみたいなことを言っていて、だから物語としてどうなるのだろうと思うと、うん、そうなんですけど、本当にノリオの目線で起こってった出来事に対応していくと割と多分自然な話なんじゃないかなとか、そこの見え方というか、うん、お客さんの見方でかなりその 見どころが変わっていくというか、うん、なんだろうなという気がしました。そうですね、確かになんかちょっと俯瞰してこうやっぱこの物語の裏はとかこの場面実はどうなんだろうとかって見ていった時と、完全にこのノリオの視線で見ていくことって全然変わりますね。そうですね、うん、多分私も見ながらやっぱり最初は何かこれは物語はさあどうなっていくんだろうみたいな多分見てたと思うんですけど、いつの間にかあそうかすごくシンプルな確かにあの話でしかないんだなっていうのって、どっかでいつの間にかノリオの視線にこうちょっと同化してたのかもしれないですね、うん、はい、なんかちょっとあれですね、見た人が、まあ、ただ別にねこの映画もこういう答えですよっていうことでは多分ないと思うので、全然違うんです、うん、はい、ただ見た人がどういうこれはどういうことだったんだろうって思った時にこうやって監督の、まあ、お話とかを聞くと、あもしかしたらそこはじゃあこうだったのかなみたいに見終わった後もまたちょっとコロコロ変わってくるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、いやでもちょっと面白い映画でした。だからすごくそのさっき言ったみたいに黒沢監督の映画の少し匂いも感じつつ、うん、でもやっぱり何かちょっと今まで見たことのない映画だなと思ったので、山西監督なのでちょっと今後もすごく楽しみにしております、はい、ちなみに今後はその演劇の方と映画監督としてっていうのはどういうふうに今後の活動をしていく予定なんでしょうか。あでも映画は撮っていきたいと思ってます、はい、演劇ももちろんすごく好きで、はい、どちらにもそのなんというかそれぞれにしかない面白さはあるんですけど、やっぱ最初にも言ったんですけど、やってみたら自分がやりたいことは意外とこのフォーマットとして映画に合うのかもしれないっていう感覚は今回あったので、新作みたいなのは意欲的にやっていけたらいいなとは思ってます。演劇ももちろんやっていきますけど、なんか撮りたいなっていう気持ちが今はすごくありますね、はい、ぜひまたオリジナルで、そうですね、こういうちょっとまた驚くような変な作品を作ってほしいなと思います、はい、まずはじゃあこれですね、彼女来来を皆さん見ていただいて、はい、いろんな風に思っていただけたらと思いますね、はいはい、じゃあ本日
あの山西監督にお越しいただいて彼女来々のお話をたっぷりお聞きしました。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。